です。皆さんの知っているアナゴの仲間なんですね。なのでこれ切るとちゃんと骨がしっかり入っているんですよ。はい。さあどんどんゆっくりと全体に行き渡っていきました。はい。味の子たちも食べれるようになってましたね。こうやって食べてる様子見ると一緒にうんちもしてるんですよ。結構どこからするんですかって言われるんですけど、チンアナゴがすごく分かりやすいです。頭から数えた黒い点の3番目のところ、そこがあ、細かい点を探さないでくださいね。大きな黒い点ですよ。はい、そこですね。はい、その部分にちょうどうんちをするところがあります。なのでそこから出るものがうんちになりますね。結構今見ていると面白いですね。